春日の親方、思ったより怖くて、ものすごく稽古のルールもすごく厳しくて、で僕はやっぱり春日の親行くと、やっぱりジョージア語で話したかった時もありまして、年の親戚と、でちょっと近づいて話しかけると、もう速攻怒られたり、で聞こえるのはもう春日の親方の声と、四股踏むの音とか腕立ての歌とか、それ以外何も聞こえないですよ。よくそれでかいじゃん。いやもう雑談しようとしました。いやもう本当にそれでも諦めずにずっといてて年の親さんに、そうですね、はい。